皆さんこんにちは、キャンプ高兄です。本日はですね、このね、コロナによる、自宅待機中ね、キャンプに行けなくて、私もですね、いろんなものを、ポチってしまったというか、まあ通販でね、お買い物をしてしまったと。今日はね、私のこれまで、まあ大体2ヶ月間ですよね、購入してきたものをご紹介しようかなと思います。数はね、そんなにないんですよ。数はそんなにないんですけど、まあ結構ね、大きいお買い物をですね、ボンボンボンみたいな感じで、まあお買い物してしまったと。どんなね、お買い物をしてしまったのか、ご紹介しようかなと思います。ではね、まず一つ目、こちら、ヘッドライトですね。こちらのヘッドライトは、マイルストーンの MSG2 という、まあヘッドライトになります。実はヘッドライトがですね、過去2回購入してるんですけど、どちらもね、ちょっと安物だったんですよ。で、電池式のタイプのもので、すぐ壊れちゃったんですよね。まあ、すぐって言っても、まあ、1年ぐらいは使ってたんですけど、まあ、1年ぐらいで大体壊れると。で、もうね、安物はダメだと思って、ちょっとね、いいもの買いました。容量がですね、なんと 28g なんですよ。で、しかもバッテリー式で、なんだろう、暖色が出ると。こんな感じです。ちょっと眩しいですよね。まあ、これが、白色。これ暖色ですね。これが赤色。っていうようなね、3色の光が出るね、そんなヘッドライトになります。やっぱね、魅力はこのコンパクトさと軽さ。これにね、惹かれました。で、しかもバッテリー式。もう、なんだろう。電池切れを心配することなく使っちゃおうかなっていうね。まあ、モバイルバッテリー持っていけば、いくらでも使えちゃうんで、非常にね、いいお買い物したなと思っております。では、二つ目。シックスムーンデザインのルナソロですね。テントになります。軽量テント。重量がですね、なんと 710g でね、収納サイズも今ちょっと、長くなっちゃってるんですけど、まあ圧縮すればね、すごくちっちゃくなるんですよね。で、まあ、何よりね、かっこいいんですよ。かっこよくてね、まあ買おうとずっと思ってたんですけど、やっと、まあこの機会に、購入してしまおうかなと。キャンプ行けないし、まあ、お買い物で発散してやろうみたいな感じで、テント購入しました。これはね、もうすでにギアレビューしてて、ギアレビューというかね、開封レビューみたいな、商品紹介しております。非常にね、いいテントなんで、ぜひね、見てほしいなと思います。3つ目に購入したのがバックパックですね。こちら、ローローマウンテンワークスのアンテロープというね、まあ40リットルの、UL バックパックになります。重量が660だったかな。非常にね、バックパックの中でも、40リッターのバックパックの中でも軽量な、バックパックになります。軽量なんでフレームがないんですけど、このね、ちゃんとパッドがここについてて、まあ快適に背負えるバックパックですね。まだね、実際に山に物詰めて、歩いたわけじゃない。そのね、実際の使い心地とかにはわからないんですけど、まあなんといってもね、これデザインですよね。めちゃめちゃデザインがかっこいいなと思って。で、やっぱりね、自分はハイキングよりも、どっちかというとキャンプよりというか、キャンプの方がね、メインで、まあ、バックパックキャンプが多いんで、まあ、なるべく、キャンプのテイストに合った UL バックパックが欲しいなと思ってたんですよね。まあ、もちろんね、今まで使ってた、今ここにいるんですけど、山と道のミニ2もね、非常に、使い勝手がいいんですけど、使い勝手がいいんで、ハイキングメインで使おうかなと思ってて、こっちはね、どっちかというとキャンプメインで使おうかなと思ってます。やっぱね、かっこいい、かわいいバックパックで、まあ、ファッショナブルな感じでバックパックキャンプしたいなと思ったんで、これね、ぜひね、これからの活躍に乞うご期待です。4つ目に、購入したのがですね、こちらになります。じゃじゃん。キュムラスの、X ライト300っていうシュラフですね。寝袋になります。これがね、すごいいい。すごくいい。何がいいかって言いますと、こちらはですね、まあ、快適温度が2度。
で、重量がですね、なんと、実測したら 500g でした。収納袋込みで 500g、非常に軽いんですよ。今まで使ってたのが、ユーザーも多いんじゃないかなと思うんですけど、アルパインダウンハガーシャープ2800 FP 値800のシャープ2、使っておりまして、そちらがですね重量 720g とかなんですけど、まあ快適温度が0度なんですよね。で、2度ちょっとスペック的に落ちちゃうんですけど、まあ重量がですね 200g もね違うと、これはすごい軽量感になるなと思って、まあコンパクトさもすごくて、こちらはですねなんと 900fp になります。すごいですね、 900fp です。初めてね 900fp のシュラフ使うんですけど、やっぱねバックパックに収納するスペースがね格段に大きくなったんで、これはね素晴らしくいいですね。まあそんな感じで、私のね、これまでまあだいたい2ヶ月間で購入したもの、キャンプギアになります。本当はねもっとたくさん購入しようかなと思ってたんですけど、意外にあれですね、大物になるとやっぱ一回購入して結構満足しちゃうんですよね。で、実はですね、先月4月私誕生日でしてね、この誕生日の日に、もらったギア、まあミニマライズギアーズを応援してくれてる読者の方々、読者の方々にですね、もらった誕生日プレゼントも実はありまして、まあねそれもねもう胸いっぱいで、まあ非常にいいものをね、プレゼントしていただいたわけです。そちらも合わせてご紹介しようかなと思います。まず一つ目ですね、こちら、じゃじゃん、トレイルバムのサコッシュになります。トレイルバムってあのバックパック、 UL バックパックとかでもすごい有名なんですけど、まあ、それのねサコッシュになります。これがねまた熱いんですよ。何がそんなにいいのかっていうと、まあ、後日ねギアレビューしようかなと思うんですけど、まあ、やっぱねこの紐をね、調節をねこう結ぶ感じとかね、これがまたね、クラシカルな、使い方というか、でクラシカルなデザイン、そしてこの取り出しの簡単さ、あの片手で簡単にできちゃうみたいな、でメッシュもついててね、しかもですねこれ実は巾着になるんですね。絞れてね巾着としても使えると、ちゃんとね、この紐調節の、ストラップというか、自分外しちゃったんですけどちゃんとついてるんですね。なんでこういう風に使うこともできれば、ちゃんとね普通のサコッシュみたいに使うこともできると、まあ選ばせてくれてるっていう感じですかね。非常に、気に入っております。容量もね結構大きめでいろんなもの入るんで、早く使えて本当に。2つ目はですねこちら、クライミットの枕になります。まあ、枕なんですけど、クライミットの枕非常にいいんですよ。で、自分がクライミットのエアーマット使ってて、その枕がねやっぱすごく寝心地が良くて、で、まあ、そんな中でもねこれは素材がすごくねいいんですよね。この伝わらないかな、この柔らかい感じのね、素材になっております。なんか触り心地がいい。で、まあ形はクライミットのね枕とあの形と一緒で、少しね大きめなんですね。大きめなんで、なんだろう、寝返りが普通に打てちゃうよっていうような感じです。これね実際に家でね試してみたんですけど結構いい感じ。まあ、やっぱこれフィールドで使うとよりわかるんじゃないかなと思うんですけどね、非常に期待しております。いい枕ですね、ありがとうございます。で、3つ目ですねこちら、ソルのこれダクトテープになります。ソルって言いますと、なんだろう、シュラフカバーとか有名なメーカーかなと思います。他にもエマージェンシーブランケットとかね、使っておりますけども、そのソルの、ダクトテープですね。これもあのダクトテープが、まあ、コンパクトにねこう巻かれてるわけですよ。まあ、フィールドに山に登ったりとか、ロングトレイルするときにこれを持っていくと。でね、どういう、なんでダクトテープが必要なのかって言いますと、まあ、いつね、テントが破けたりとか、服が破けたり、他にもトレッキングポールが折れちゃったりとか、ね、何か、こう、何が起こるか分かんないんで、こういうね、
くっつけるためにね、破けたら、そこに貼ると。トレッキングポールが折れたら、巻きつけると。すごくね、強力なテープになるんで、まあそういうね、テープを持っていこうかなと思っております。これはアメリカのロングトレイルでぜひ使いたいなと思ってて、これをね、大事に保管していこうかなと思います。それがですね、こちら。始めよう、葉っぱのぐそを。葉っぱのぐそを始めようですね。という本をですね、いただきました。これもね、非常に面白くて、ね、エピソードがあるんですよね。ツイッターでトイレットペーパーがないっていうツイートをね、3月下旬頃に、してまして、で、いや、こういう時こそトイレットペーパーに頼らず、葉っぱをね、使ってのぐそしようっていうね。そういうなんかちょっと、まあちょっとバカなことを言ってたんですよ。そしたら、こういうのありますよと。紹介してもらって、で、あ、いいな、これ欲しいなと思って、で、まあずっと目つけてたわけなんですけど、まあ、それをね、購入してくださって、ね、非常に感謝しております。これはね、ちゃんと勉強して、実践で使おうと思います。で、ちゃんと使ったら使ったで皆さんにご紹介しようかなと思うんで、ぜひ今後期待しすぎてください。5つ目、じゃじゃーん、ゆうこのですね、キャンドルランタンでございます。これがまたおしゃれですよね。これ実際につけたらね、すごいいいんすよ。まだちょっともったいなくてね、やっぱフィールドに出ないとちょっとつけらんないなと思ったりとかして、まあ、非常にね、雰囲気のいいランタンです。でね、コンパクトで持ち運びもしやすくてね、これをぜひね、ルナソロに合わせたいなと思ってて、同じくちょっとモスグリーンな感じでね、なっておりますけども、ぜひね、使おうかなと。これランタンポールなんですよ。パイルドライバーのすごいちっちゃくて徒歩キャンプバージョンみたいな、それとね、この UFO のランタンを、ね、組み合わせて使おうかなと思っております。いやー、本当に楽しみですね。自分でね、購入したキャンプギアがあったり、誕生日にね、プレゼントしてもらったギアもあったりで、結構ね、いろんなギアをね、この2ヶ月間で手に入れたかなと思います。なんかね、家にいるとやっぱこうネットサーフィンしてね、いろんなギア調べたりとかして、すごいね、欲しくなっちゃうんですよね。で、欲しくなった結果ね、やっぱポチっちゃうと、そういう人ね、私だけじゃないはず。いろんなやっぱ視聴者の皆さんもね、そういうことはね、あるはずなんだと思ったんですよね。で、私もね、こういうギアを購入しましたよっていうのをね、今回ご紹介しました。皆さんもぜひ、自慢したいギアとかあれば、ぜひコメント欄の方でね、私に自慢してください。はい。まあ今さらっといろんなギアをこう、紹介したんですけども、後日改めてね、ちゃんとギアレビューして、皆さんにお届けしようかなと思いますので、ぜひ、チャンネル登録をしてね、お待ちください。それでは皆さん、さよなら。